みんなこんにちは。今日はね、ゲーム実況を始めていくよ。ねるちゃん、声聞こえちょる？聞こえてるよ。うん。こんばんは。影で見守っちょるよ。うん。ふかふかめしさん、こんばんは。あ、ふかふかめしさん、こんにちは。ね、今日はね、ちょっと夕方の配信になるけど、ね。あ、こんにちは、お久しぶりです。あ、こんにちは、お久しぶりです。ね、初めてゲーム実況するけん、もしよかったら見てってください。難易度はね、ノーマルでいこうかな。あ、みくにさん、こんにちは。こんにちは。ね、待っててくれたね。ありがとね。うん、本作含めてすごく大好きな作品なので、FF 内で配信してくれる方がいらっしゃると知って、こっそりテンションが上がっています。うん。うん。あれ？これ音出ちょるかね？ちょっと待ってね。よし。じゃあやっていくよ。このゲームね。オリっちゅうゲームでね、すごいなんか評価いいゲームらしいね。そうなんだ。うん。私は初見。うん。初見です。初見さんじゃね。初見です。ね。ふかふか飯さん。9時半と勘違いしてました。動画を見ながら拝見させていただきます。うん。ありがとね。あ、みくにさん、大丈夫？よかった、よかった。ね。二人でね、音量バランス一生懸命見ちょったけん。ちゃんと配信できてると嬉しいな。ねえ、めっちゃ絵が綺麗よね。夕日が綺麗。うん。ほんと景色が綺麗なんよ。ね、今なんかさ、虫みたいな人に呼ばれたけど、なんか、ええ人そうよね。え、なんかさ、黒でちょっと怖そうだけど、でも笑っちゃったよ。あ、そうなんだ。うん。これは、一応妖精でいいの？妖精？うん、妖精。妖精？オリちゃん。オリ。かわいいね。見て見て、赤ちゃんじゃん。え、黒みたいな。黒ね。このゲームのジャンルは何ですか？このゲームはね、フルーツの名付け、うん、なんかあのメトロイドとか悪魔城ドラキュラみたいな探索型の、あ、今ほらコメントでほら、横スクロールアクションだよ。うん。どうねえ、もう、そうなの？うん。映像綺麗ね。見て見て、石にね、家族の絵が描いてあるんよ、これ。すごいいいよね。もうなんか、この映像だけでもこの4人がね、仲良く暮らしてるのがわかるね。呼ばれてったよ。おい、こっち来いや、連れて行かれた。いいよね、あの石に書いてある絵。見える？わかるわかる。ね、家族写真みたいじゃね。あ、ボタン押さんといけんのじゃ。そうじゃ。さっきのさ、うん。連れて行かれた、連れて行ったのが敵？味方だよ、多分。あれ味方なんだ。今の感じあれじゃない？お父さんとお母さんじゃない？あれ、お父さんとお母さんなの？うん、多分ね、多分血は繋がってないけど、お父さんとお母さんだと思うな。うん。あ、なんかもう分かっちゃうね。なんか、この、プロみたいな声がちょっと、ディズニー的な動き。うん、ああ。
いいね、いいね、かわいいね。うん。前作からの続編なので、前作未プレイの方は合わせてぜひやってみてほしい。そう、そうなんよ、これ2なんよ。ちょっとうち買ってから気がついたんじゃけど、そうなんよ。だからね、うちこれもしクリアできたらね、ワンもやりたいね。やっぱりフクロウちゃんはこっちを食べちょる方がね、美味しいんじゃね。あー、かわいい、かわいいね。すごいね、家族でね、すごい一緒にさ、あー、雪だるま可愛すぎんか綺麗じゃねー。もう完全にディズニー、うん、うちね、なんかすごいドラゴンズから思い出すっちゃ、うん、めっちゃ綺麗じゃねー。うん、買ってよかった。グモとなるの、それを耳にして、そう、グモがこのお父さんみたいなので、このなるがお母さんみたいな子。僕はジブリを連想しました。そうね、ジブリみたいよね、もののけみたいな感じあるよね。なかなか空飛べんのじゃね。ね、落ち込んどるんかね。あ、お兄ちゃんが慰めに行ってあげんとね。おーい、でもお兄ちゃんなんだ。お兄ちゃんじゃない、お姉ちゃんなんだちょっとわかんない、うん、どういう設定なのかって、よく知らない。ねえ、でもなんかもう説明しなくてもすごくこの雰囲気が教えてくれる気がするな、うん。一緒に落ち込んでくれてるんじゃね。よかった。うん、動かせるんかなこっち見んなお兄ちゃんで会ってます。オリは少年で訳されてるので少年妖精なんだ。うん、ダイは過去に会った。なになに、教育は間違えてない。なことないよ、やっぱりね、あのできるできないってやっぱ時間のあれがあるからね。このゲームのテクに当たるキャラはいるんですか。なになに、このゲームに敵っているの。あ、おると思うよ。ちょっとね、まだうちもわからんけどね。うん、お父さんとお母さん呼んであげたらいいんかね。なんか弟を送っていくんだって思って。あ、これが最後の贈り物。ここ入り口なんじゃ。入れんね。こっちからか。まっすぐは行かないの。うん。あ。ん？こう？あれじゃない？あれだ。あ、壁ジャンプしろって。うん。えい。おお。お。方言についてあまりに何も知らなすぎて、私も知らない。うちもね、よう知らんからね、一緒に見ていこうね。黒の羽、新しい能力を獲得しました。空中で ZR を押すと自由に滑空したり風の流れに乗ったりできます。え、あ、すごい。
お兄ちゃんの方が先取れちゃったじゃん。すごーい。格好つけて教えるだけよ。いいね。コントロール操作スイッチ版、そう、スイッチで遊んじょるよ。スイッチなんだ。うん。スイッチあれぐらい羽が大きくなったら飛べるよってことなんかね。うん。寝ちょるわ。寝起きドッキリじゃねえ。ひどいな。多分ね、私あんな起こされ方したら、多分ね、こんなに冷静に反応できないと、多分ぶち切れるよ、私。我が子じゃからじゃよ、許せるのは。もう自分の、ね、親にやったらどういう反応するかちょっと試してみよう。多分ぶち切れるよ。乗っていけるんだ。うん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 。共に新しい翼の上に。えっ。ねえ、このフクロちゃんもね、操作できるね。フクロが緊張するところにあった。このフクロちゃんさ。お。ねえ。おお。やったいいね。音楽もめっちゃいいね、このゲーム。ん？音楽もすごい良くない？うん。あ、お母さんも気がついて。うわー、綺麗な絵じゃん。しっかりなんてゲームですか。幻想的ね。母さんの羽ら、あ、そうなんじゃ。おお、すごい。映画かねえこれ。映画じゃねえ。うわー、すごいゲームじゃ。このムービー見てるだけでうち満足じゃん。いや、ダメ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 。今から配信だからね。うん。今からゲーム実況も入るからね。あ、まだ最初の。そうそう、練習だから。うん。ダメだよ。オープニングでね、あの、飛んじゃった鳥たちさんやね。あれ？ちょっと雲行きが怪しくなってきたね。うん。雨宿りできるところ探そうよ。あの鳥さんたちついていこうよ。おー、嵐の表現もすごいね。あ、羽が、嵐にも語れ、うん、ますますラッセンだみたいな。ねえ、すごい絵じゃったね、さっきの。私たちの物語は始まった。落ちてしもうたんじゃ。まだ導入な感じでしょうかね。そうね。プロローグじゃろうね、これ。これで打ち分かれた弟を探すみたいな。ねえ、はぐれてしまった弟、迷子になった弟、早くお父さんとお母さんのところに帰りたいね。ふーって呼んじゃるね。よくさ、うん、あの
なんかその気分かれた音を取って気になって出てこない。やめてよそんなの。辛いじゃん。なんかさ、そういうさ漫画よくあるじゃん。そうね、大丈夫だと思うけど。ライフオーブ、これを集めるとオリのライフが回復します。ほい、ポーションだね。ちょっと待って、あ、黒の羽使えなくなってる。あー、もう踏んだり蹴ったりじゃん。登れんね、進むしかないね。うん、今立ってる場所より下に落ちるにはこうかね。ああ、なるほどね。なんか先のところで、うん、なんか道分かれてなかった。道分かれてるよね。うん、ここがまさに下降りれそうだね。クロボスみたいになるんじゃないの。うん、ゲームには関係ないですが、ムイさんの声綺麗で可愛くてとっても好きです。ありがとうございます。嬉しいです。私の声はいつも枯れててごめんね。あ、攻撃できる。あ、なるほどね。精霊の光オーブ、精霊の光は友好的な生き物との取引に使えば様々なアイテムやアップグレードを獲得できます。だってひとまずね、大丈夫かね、うん、なんか私の声も綺麗にしたいんだけどな。どうしたって言うんだろうね。またいろいろ二人で調べてこうね、うん、キーストーンを差し込むには Y を押してください。どういうこと。ん？なんかアイテムがいるんじゃないかね。キーストーンってこの辺は、あー別にこれじゃ開かないのね。鍵のあ、合ってんだ。うん、なんかね、こうゲーム遊んでるとね、なんか感覚的に分かるところあるね、すごく。うん、Y を押してトックに話しかけましょう。迷子で弟を探してるんですけど。喋った。お前さんは何者じゃ。モキではない、明らかに。なんか服着とって文明的じゃね。うん、あの見た目にアイテムランや体力ゲージが、体力ゲージとかってそんなに映ってないんですね。ねえ、映っちょらんね。うん、二面のものですらないな。遠くも近くもほとんどの場所に行ったことがあるが、お前さんのような種族は見たことがない。水を渡ってきたのか、飛んできたんよ。まあ何者でもいい、わしはトック。この辺りを放浪しておる。場所はマシな辺りを。わしはあの嵐から避難しとるが、もしもお前さんがもっと遠くへ行くことを考えてるなら、東の精霊のゲートを通り抜けなくちゃならん。お使いじゃねえ。ゲートを開けるには、あ、さっきのじゃあキーストーンが2つ必要。なんとこの先の洞窟に1つあるんじゃよ。ただそいつを取ってくるのはわしよりもすばしこいやつの仕事だ。いいよ、受けちゃげる。新しいクエスト。クエストなんだ。あれ、急に画面変わった。うん、地図じゃ。うん、ああ、一応ね、オプションでね、ダイナミックっていう表示を選んだんだけど、ダイナミックってね、多分必要になる時に映ってくれるのかな。うん、エナジーオーブ、エナジーオーブを見つけた。これを集めると、オリのエナジーが回復します。ライフとは違うっていうことよね。
魔法とかそういう感じなのかな。そうね、 HP とか MP みたいな。うん、あ、体力ゲージって下なんだ。あ、ダメじゃん、うまく進め、下に降りてみーよ。ダメじゃん、体力残り1だね。本当じゃね。あ、回復した。精霊の光の器、精霊の光を有効的な生き物との光力だね、これは。ということはさっきの難しいところをクリアせんといけんってことか。うん、加減が難しいんだけど。2段ジャンプだよね。うん、あった。あ、今も使うよ。やってしまった。あ、ここに出っ張りがあるんだ。はい、いけたね。あ、敵じゃ。トカゲかな。太陽減ってる、減ってる、減ってる、減ってる。あ、勝ったよ。うん、よかった。死んでもすぐリトライできるのはこのシリーズのストレスなんかそべるところ。ほんとね、今すごいすぐに復活できたけん、すぐにね、再挑戦できるけん、めっちゃ助かるね、これ。あ、そうなんだ。あ、いや、トイマツが消えてしもうた。あ、攻撃できんくなってしもうた。じゃあとりあえずこのまま進むしかないよね。復活は戻って体力回復したの。回復アイテムあるんかね。ないよ今のところ。回復のあれじゃないの。あ、あれ、うん、届かん、うん、届かんのよ。あるけど届かんのよ、ここ。でもね、そう、すぐに復活してリトライできるけ大丈夫よ。うん。ご使用に、うん。解説、場所なんだね。そういうことなんじゃね。うん。うん、もうあれね、すごい、この、暗いけど綺麗じゃね、やっぱり。これはさ、踏めんのかね。ごめんね、ごめんね、全然ダメじゃねえ。一瞬と。完全にマリオだよね。踏めたらマリオなんじゃけどね。うん、一瞬と。一瞬と。おぉ、うまい。ほい。こうやってね、登っていくんじゃねえ。わかってきたよ。キーストーン、精霊のゲートを開けるために使います。クエスト更新。この苔がいっぱいずっと生えちゃったらうちも操作楽なんじゃけどな。よいしょと。えい。あ、いなくてもこれ気をつけといけんね。ナメクジ、気がつくね、やっぱり賢いね。戻ってきたよ、取ってきたよ。そうそう、キーストーンよ、頑張って取ってきたよ。クロウさん、もう一つはここにある。わしは約束は守る鳥だろ。これでまた二面の失われた奇跡を巡る旅を続けられる。奇跡がこれ以上失われる前に。なんかすごい迷信だね。アミヌさん、発車でねって。なんかすごいお父さんお母さんたちと比べると、なんか服も着てて、なんかリュックも持ってるし、ちょっと文明的な方じゃね、うん、これでとりあえず、え、
キストンは2つ。うん、2つで大丈夫だと思うよ。足りとると思うよ。なんかおるし。ほい。開けごま。開けごま。オープンセサミ。あ、潜れる。酸素ゲージがある。ねえ。なんかアイテム落ちてないかね。やばいよ。うん、やばかったね、今。やばかったね、今。よーし。じゃあ、泳ぎもこれぐらいにして、ガンガン進めていこうね。ほいっと。あ、出てきた。はい。あ、これどうするの？こういうことだよね。こういうこと。逃げられない。あ、うち人間になってる。わー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 。あ、痛い痛い痛い。あ、はいはい、これこれこれ。はあ、はあ、怖いよね。怖いね。これ吸い込まれて、ああ、やっぱ死んじゃう。最後、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 最後。ああ、追い払った。なんかさ。赤色にしたらさ、モンスターハンターのオドガロンに似てない。オドガロンだったね、すごく。ラッカミさん、超怖いです。ね、怖かったね、今。すごかったね。懐に潜り込みは逃げると思ったんだけどね。全然ダメじゃったね。なんかね、モンハンが欲しかったよ。うん。なんかね、奥にね、なんかおったよ、人影が。人影？うん。これなんだ。あれ？これ戻るの？戻るしかないみたいね。うん。あ、うまいって褒めてもらえた。ありがとうね。何あれなんだ。なんかそういうハウルのねぐら。動く城じゃなくて？なんかもう落ちるのもこ怖いね。ごめんだよね。さっきの狼が落ちたところ、パウルって狼のことなんかね。キーストーンがいるね。またどんだけセキュリティがあるんだよ。ねえ、結構文明的よね。うん。あ、おるよ。あ、一番最初にあったサル、あ、サルちゃん？うん。あ、スズメね。あ、さっきのオオカミさんが、カオルさんって言うんだ。ああ。全然キムタクの声って感じはせんかったね。おい。なんかすごい綺麗な。おお、光ってる。うん。クーちゃんがおる？クーちゃん？なに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 ？古代の光が目覚めた頃。ナル
と雲は一晩中探した。あやっぱ心配しとるよね。まあいけんね、悲しいね、悲しくなるね。あダメダメダメ、私こういうの泣いちゃう。うちも泣きそう、ちょっと今こういうのダメなんだよ、弱いんだよ。お母さんずっと探しとってるんじゃろうね、今。うん、早く帰ってあげんとね。うん、やっぱ、いい人なんかね。いい人なん。お前は他の奴らと違う、叫ぶシュリーク、オイルハル、いっぱい喋るね。お前の中に古代の光が輝いてる。火は覚えていた。火は光るの？火は記憶をお前に分け与えた。精霊の刃、レッドエルを長押しして割り当て、コンボ攻撃。まあその光を使え、見せてくれ。あ、じゃあパウルと決着をつけに行くんかな。うん、松明使わなくていいっていうことだ。うん、ZR?ZL? あ、これか。おいかな。おお。おい見て、もう普通にアクションゲームとしてあれできるんだね。かっこいい。空中攻撃もできるんだ。宇宙。ほら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 。音も変えれるんだね。うん。すごいすごい。見えた。すごい。行けるところ増えたよ。やったー。ごめんね。通らんといけんのよ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。おぉ、うまい。うまいじゃろう。すごいね。私だったら先のこと即死だね。でもダメじゃね、まだ。体力がある敵が多いとちょっとまだ。ご利用し難しいね。うん、通れんね。ということはこっちかな。降りた。磁力、新しい精霊のかけらを手に入れました。装備するにはマイナスを押してください。ほい、戻ってきた。光はお前の声を聞く。お前はやはり精霊なのだ。わしらモキは精霊はみんなニウェンからいなくなったと思ってた。わしは見つけるものを知ってる。出待ちの守り森手のところへ行け。クオルクが探すのを手伝ってくれる。クオルク、遠いね。さっきの鳥さんみたいな人かね。マップを見るにはマイナスをしてください。さっきと同じぐらい動けばいいんじゃね。ここのね、行けんかったところ行けるよね、多分。あとはあれね、キーストーンを2つ集めんといけんね。おう、ダメ。ダメじゃねえ。あいいよね。おう、よいしょと。ねえ、もうこの自然の中を走り回れるだけでもめちゃ楽しいよ。うん、普通に入っちゃう。うん、うん。お、
物を掴んで ZR アンチャーテッドじゃね。こうじゃ。はい。振り返るとかね。あ、うん。え、ああ。ボス部屋。仕掛けもあるんよね。なんかロックマン。ロックマンよね。ちょっと今の。うん。急に手入ってたりしてて。うん。ああ、こっちダメじゃいけんわ。下行ってみたかったんじゃけどね。回復。音楽もほんと綺麗よね。うん。おお。だいぶ。なんか先よりうまく飛ばせるようになった。うん、なんか今すごくうまくいったね。うん、ちょっと時間かかっちゃったのにね。こう。あ。難しいね。ちょっと反対側行ってみよっか。ちょっと、うん、なんかまた無理を経験する。二刀流になったりとかせんかね。そういうゲームの二段ジャンプ、新しい能力を獲得しました。さらに高くジャンプします。あー、それで登りやすくなるんだ。粘着、壁に貼り付きます。そうですね、ごめんなさい。装備したまえ。すごい装備あるんだね。え、なんかいっぱいあるよね。あれ全部取って必要な時に切り替えないとダメなんだね。うん、ブルッと増やしてほしいな。そう、うん。でもくっつくのちょっとうちあんまりあった方がいいな。でもずり落ちちゃうもんね。よいしょ。あっ、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 敵もいるしさ。敵もおるね。リスポーンっていうかね、復活するね。やっぱりちょっとしばらく置いとると。うん、おりちゃんがねすごいね、飛ぶんよ。飛びすぎてなかなか。よし、戻ってきた。もうすごいすごい、もう遊びやすくなっとるんだけど。うん、下に落ちてみたらいいんかな。おい、ん、どこ。さっきの足場、うん、なんかのうちがブロック動かしてたじゃん、うん、そこがね多分動いてね先に進めるようになったんよ。いや、もう本当にここなんかジブリのもののけ姫みたいな感じがするね。ZR を押して。知ってるよ、これ。ラチェクラとかでよくあるやつじゃん。よいしょ。これぐらいでいいかね。
よいしょ。これでキーストーン2つ取れたけ大丈夫じゃろ。うん。粘着便利じゃね、やっぱり釣り落ちんもん。おお、いけるもんじゃねえ。いけるもんじゃねえ。よいしょ。あれだよ、皆さんもコメントするの忘れてるな。いや、だってもううちもプレイに集中しちゃうもんだって、これ。うん、面白いよ、すごい。ねるちゃんにもこれやってほしいな。うん、いつかやる。うんうん。あ戻ってきたんじゃね、さっきの。地図マップとクエスト、ここじゃね。そうそう、これならハウルにも勝てそうな気がするね。あれ、ハウルはまだ押し出しないから。キーストーン足りん。あるね、見て見て、おるよ、狼が。あ、見て、この子は動きが読みやすいね。うん、うまくならんと。これじゃあキーストーン。いや結構、まオープンセサミー。どんどん入ってくね。うん、なんか結構進んでるんじゃない。うん、なんかでもなんかすごい暗くてじっとりした場所ばっかりじゃけんね。なんか、うん、さっきの空飛んでたところみたいなね、綺麗なところ、うち早く行きたいな。だってさ、行けさ、うん、あんなワールドセットに落ちたわけだからさ、ねえ、戻るの難しいじゃろうね。あーあ、めっちゃ戻った。めっちゃ戻されてしまった。マラソンするよ、アクションゲームあるあるじゃねえ。うん、やっぱりね、しっかりあのやっつけていかんといけんのじゃね。でもね、このポリちゃんがね、うん、すごい操作がね、すごいやりやすいけんね。復帰はすごいしやすいよ、こうやってね。復帰はよくも、強かったし、あそこはちょっとまだ届かんじゃろうな。ここじゃね。うん、毒沼だっぽいね。あ、ダメじゃね、ダメ、全然ダメじゃね。やっぱ死んじゃうね。ライフセルのかけら、もう一つ集めると最大ライフが増えます。ダメージ受けてもいいから増えるの。うん、うん、うち体力欲しいね。今のところこのもう一個の多分青い方のゲージ使わんしね。あ、なんか登れた。あ、見えないようになってるんじゃ。あの
光のオーブは何だろう。光のオーブどれ。うん、いや、さっき手に入ったじゃん。あ、多分ね、お金的に、お金だと思う。うん、うん、お前は精霊か。では震え上がるがいい精霊、我こそは勇者モップだ。それっぽく見えないのは分かってるけど、僕は勇敢なんだ。っていうか、戦利品があればそうなれる。ハウルの頭とか、頭邪魔すぎるなら牙でもいい。東の方で吠える。マジね、うちメトロイドとかね、悪魔女ドラキュラやっつるけんね、わかるよ。東の方で吠えるやつが戦ったって聞いた。牙を落としたかもしれないよね。ちょっとね、戦い方はあれかもしれんけどね、あの昔はね、あのハムスとかで一生懸命丸まって物探しとったけんね、わかるよ。届かんね。あの高さまで段階でジャンプも無理なんだ。ちょっとね、今試してみたんじゃけどね、届かんね。3段ジャンプとかさ、4段ジャンプとか、うん、あ、ここ行けそう。無謀。新しい精霊のかけらを手に入れました。受けるダメージと与えるダメージが増加します。つけてみよっか。受けるダメージが増加っていうことは2個減るっていうことなんで、攻撃も2倍気になるっていうか、ね、15% だからちょっとじゃない。めっちゃ減ってる。体力めっちゃ減ってるけど。本当？大丈夫大丈夫。あのパワーアップするからね、逆にあの早くやっつけちゃえば大丈夫よ。モロハに近いですね。すごい。うん。蘇生、新しい能力 ZL を長持ちしてエナジーを使ってライフを回復させましょう。違うね、こうか、こうじゃねえ、これか。回復戦ね、回復マックスだから、うん、強化アイテムの数からして敵や場所を見極めながら変えなきゃならないのか。これは手だけでなく思考も試される、うん、そうね、パズルゲームみたいな感じもあるよね、うん、ちょっと痛い。ゼルダの伝説みたいな。そうね、ゼルダの伝説じゃね。うん、こうやって回復するのじゃ。これはどうしたらいいんかな。戻れんよね、戻れんのよね。進むんじゃない。進める場所あるんかね。あるんじゃない。壁を越えられないの。そうなんよ、壁越えられんのよ。あ、いける。ごめん、行けました。なんだよ。余裕しちゃったね。起きてるよ。
サソリなんかね、虫なんかね、のしかかりしてくるね。うん、ちょっとあれね、どこ行ったらいいんじゃろう。あ、なんかおる。グッとやっつけられるようになったよね。やっぱりあのさっきの無謀っていうやつがあるせいなんじゃね。ナノシ、こんにちは旅人さん。僕はルポ、凄腕の地図制作者だ。さっきの嵐はすごかったね。濡れたやつ、なんかすごいインクで滲んでそうな。友達を探してる。地図ほど探し物に役立つものってあると思う。この綺麗な沼の地図が精霊の光50個あ、読めるんかな。めっちゃ広い。マップ開放してくれたね。うん、マップ開放してくれたね。色ついてないのはまだ違憲ってことなんだ。電動壊せる床、長老樹、なんかね、まだ全然いろいろ回れるね。あ、見て見て、なんかさ、前は暗かったけどさ、うん、だんだんこう日が昇ってきてさ、うん、明かりがね、夜が明けてきたね。あ、つまめるんだ。うん、精霊のかけらを手に入れました。受けるダメージ、無知のためによるようなアイテムじゃん。使いたい。これかな。あ、やばいかもしんない。あ、めっちゃダメージ受けるじゃん。めっちゃこれ押してるんだね。うん、ここあれじゃん、踏んだり蹴ったりのところじゃん。戻ってきたよ。綺麗じゃねえ。景色を見に来たのか。素晴らしいよな、壮大な水源地の眺めだ。古い水車小屋の水車が回るのをやめてから大きい世代分の時間が経過した。でっかい鳥じゃねえ。このところでシュリークは一体何をしているんだ。何かが彼女を巣から引っ張り出したに違いない。何かの脅威かな。なんかすごい、お前じゃないのは確かだ。お前は無害に見える。なんとかしないとな。なんか長老様みたいな。武器の師範、スキルを磨く気はないか。あらま、飽きんどじゃねえ。スパイク、投げ払うような強い一撃。
割れる土地も破壊する。あー、どれがいいかな。これ欲しいな。新しいスキルを最大限に活用しろ。この次はこんなに安くはならんからな。スキルを試したいと思ってるなら、近くに精霊の殿堂がある。勇気が試される場所だよ。いずれまた会える。その日まで常に武器を構え、空に目を向けておけ。殿堂、地図にあったところじゃね。これじゃない、これじゃね。出た。お、消えてしもうた。なんかね、援護してくれる味方キャラみたいな感じだった。あ、これ攻撃できる。あ、すごく口消すんですよ。おー、罠じゃった。危なー。おー、あ、いやもうなんかやばくない、ちょっとなんかちょっと違うように見える。これだ。めっちゃ減ったけど、うん、むしろなんかこれをしないと生き残れない感あるね。いや、なんかちょっと殺意高くない、ちょっと。うん、すごい。インクウォーターの伝道、噂調査完了。戦いの伝道を開始するには Y を押してください。おー、すごいすごいすごい、めっちゃ強いじゃん。おー、めっちゃ強い。あー、もうなんかすごい乱戦になっちゃうね。それ多くは逃げてけば勝てるし。いや、もうゲージなくなっちゃった。さすがに強すぎるよね。あう、なんかやられた。予想以上にあの死にゲーじゃねえ。うん、におる敵はこのチョウチョちゃんに任せておけば大丈夫じゃね。問題はここからよ。こいつ、こいつだ。完璧だ。やられてしもうた。めっちゃ強くない？めっちゃ強いね、今の。うちがちょっと体力回復しとらんけいけんのじゃろうね。でも、これ一貫ある？なんか明らかにすごい強そうだね。なんか衝撃が出しちゃったけん。あ、危険。一回来てしまった。敵も面白いね。こんな虫。いつも上手くなってる。うん、この虫呪術回転で見たよ、うち。あ、でも
敵増えてる。まだおるよね。第一陣じゃない。あ、回復アイテムもうない。ないね。でもあれ、エッパーしたら MP 回復するんじゃないの。あれ、ジャンプ台なんよ。よし。おー、ギリギリ。クケラスロットのアップグレード。一度により多くのかけらを装備できるようになりました。かけらスロットのアップグレードをもっと見つけて、スロットのアップグレードのかけらパーツってことか。なんだろう、これを集めたら粘着とかつけられるやつが増やせるんじゃね。なんだ、なんとか見つけてね。いいのかな。いや、でもやった方がいいでしょう、多分これ。いろいろとね、さっきほらコメントでほら付け替えのことを触れてたじゃない。うん、多分増やしたらいっぱいつけてね、この辺のなんかあれをご利用しできちゃうんだよ。うん、うわー、体力回復してなかったね。あれ、うん、敵おらんくなったね。すごいね。めっちゃ綺麗な景色じゃね。あ、ちょっと空中の敵をうまいことかわせれんね。あ、で戻ってきたね。これはいけるんかな。いけるね。登れねえ。なんか他に行けるところないかね。あの近くでさ、うん、揺らせるとかそういうことはできない。あ、揺らすってのはそうじゃね、ターザンみたいな感じ。そう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 、そうね、ちょっと試してみようね、後で。こっちはだって茨が生えちゃってダメでしょ。一応の攻撃心になんか、なんかこの敵強いね。なんかもう やっぱり。よし。敵を強くなってるね。うん、敵強いね、やっぱり。うん、あれはなんか回復アイテムとかじゃないんじゃね、これみたいなね。さっきのあれじゃね。うん、いけるんか。あ、いけるね、これ。教えてよ、そういうの。よし、誰に言ってるんですか。ん、いや、さっきね、キーストーンとかを結構教えてくれる。これ一番、あ、戻ってこれた。教えてほしい。メトロイドみたいなことをするなって思って。なりも使えそうだね。うん、うん、そうかね。なんかどこに目的で進んでるのか分からなくなってる。そうね、とりあえずクオルクに会いに行かにゃいけんからね。うん、
わしらモキはチビフクロウがどこに落ちたか見た。残してきた故郷の丘、沈黙の森、恐怖の森。ふーちゃんに視点戻る？ふーちゃんもあれ？操作できるの？動かんねえ。羽じゃねえ。羽はあるんだ。クオルクは親切だ。クオルクなら助けてくれる。あ、手伝ってくれた。なんかレバー下ろしてくれたよ。カメじゃ。うん、あ、カメ、うん、トック偉大なるクオルクの眼差しはふさわしいものしか認めない。そんな一体がある。もちろんこれは、あー、よかった。なんかもう長い年月が経ちすぎてね、そんなんなっちゃったんかと思った、うん、ただの像、目もついてない。眼差しを注ぐどころじゃないな。確認できないって一体さ。あ、ZR こう。まだ下がる？まだ下がる？お、完全になくなった。うん。進むしかないね。完全に当たってたよね。うん、当たった。うん、えっ、あ、そうか、沼が引いたから下を散策できるんじゃ。次はどんな能力かね。エナジーチャージ、精霊の弓、新しい能力を獲得しました。割り当ててから発射してください。なんかもうあれ、おう、こういうこと？エレベーター？エレベーターじゃねえ。あ、これじゃ。これね。使用した不思議な宝玉はストーンアイのソゲットにぴったりはまりそうです。目ん玉じゃねえ。ほい、へい、そういうこと。何それ、難しそう。やったね。
そういうことは、じゃあもうあとこれファイルのところに戻ればいいよね。お、危ないね。あんまりうっかり落ちれんね。うん、カメが喋るよ。あ、開くだけか。トイレ。光るお客さん、うちのお客さんたちが噂してた。目をまん丸にして。君たちにとって空から落ちるのはよくあることなのかい？旅の途中で珍しいものにたくさん出会った。あ、飛ばしちゃった。でもみんなうちのお客さんだ。精霊のかよりケラを買いに来たお客さんさ。強化できるんじゃね。足りんね。全然足りてないね。ごめんね、冷やかしになっちゃった。なんかすごい。何今の。はーい。死んじゃったね。こういうことなんじゃろ。あー、行かないで。悪魔城ドラキュラみたいな感じね。違うね、魔界村じゃねえ。うん、君は精霊だよね。君のゴーストを見たことがあるよ。精霊のゴーストが走ったり遊んだりしてる場所があるんだ。仲間がおるん？レースをしようとしたことがあるんだけど、僕はあまり速くないからね。精霊レース？ん？何？ミニゲームが始まるの？みたいな感じだったね、今の。うん、痛い。あ、コメント来てる。なんかホローナイトみたいですねって。そうなんよ、ホローナイトみたいよね。うちね、これとね、ホローナイト買ったんよ。でね、これもクリアしたらね、ワンもやりたいけどね、ホローナイトもやりたいね。私はね、その辺のゲームが全然わかんなくて、何やってるかわかんない。うちもね、フォローナイトまだね、ちょっとしか触ってないキャラだけどね、面白そうじゃったよ。そうなんだ。うん、徳沼が引いたよ。ここに行きたいんだけどね。はーん、いけんね。せっかちじゃと失敗してしまうね。あー、そういうこと。わかるけど怖いよ。なんかだんだんなんかすごい、こんなところに来ちゃるね。うん、いや、怖いね。ちょっとダークファンタジーな。見つけにくい。うん。なんか、青の、その、弓で撃つやつにちょっと見てくれ、わかりづらい。そういうこと？じゃあなんか押せるものがいるね。
便利じゃねえ。ちょっとやばいかもしんない。回復。ああ。こういう感じ？あ、なるほどね。してあげて、これ叩いてもならんのかね。ならんね。いけたね。うん、これでね、開くんよ扉が。大冒険しとったらあれよね、もう2日3日経ってしまいそうな勢いよね。うん、ミルちゃんはね、こういうアクションゲーム得意？全然。どっちかっていうとシミュレーションゲームみたいな。うーん、はーい。どうなんだろう。昔はね、うん、なんかソニック歩きやったような、なんかこうしたかって言ったら、あんまりゲーム操作とかも、あの頃は理解しなかったからね。ね、私が得意なのは、戦略とかそういう系が得意かな。何？戦略、戦略か、シミュレーションゲーム？うん。うん、ゴマ鉄とかやったらお腹切れる。ほんま？うん。死んじゃう。回復。回復するのはいいけど、これ弾がなくなってしまうね。うん、ほい、いけれないんじゃけど。いや、いや、死んでた。死んでしまうね。反対側になんかない？うん、なんかもう戻れない感じ。こっち先に今度行けんかったんかーい。意外と。うん。でもここ来た意味あるかね。来たいんじゃけど。この敵殺意高いね。うん、あれさ、うん、あの多分カブトムシかわかんないさ、うん、モンスターって結構多いよね。多いね。なんか結構ゲームで見る。なんかさ、こんな見えないところからこうしてさ、なんかわかんないよね。わかんないね。うちもなかなかね、反応できんじゃん。ついてきてるし怖いね。
今がむしゃらに逃げちゃうけど。エナジーセルのかけら。だいぶ強くなったよね。うん。ちょっとあの虫気持ち悪いね。お、うまい。届かない。なんかもうどっかの大きい怪物のお腹の中みたいな。え？ん？どんなお腹の中でしょ？なんか、そうね。また行き止まりじゃん。お、あー。まっすぐ降りてるのかどうかもわかんないよね。そうね、ちょっと先が見えんね。中ボス？ウィンとしてもらうの？はい。いや、うん。独身って負けた。うん。おばさんとね。これ行ってみたら、バフェの方に行かないとダメなんでね、うん。ちょっとあれね。バフェの方に行ってみたいな壁に捕まって。うん。父ちゃんに助けてもらうわ。壁に捕まる場所ないの？あ、そうか。こうか。姉ちゃんありがとう。おー、おー、すごいすごいすごい。あ、アクチン。姉ちゃん賢い。私のおかげだ。すごいね。うん。思った通りだよね。やっぱりね、知恵があれば勝てるね。勝てるね。ここも行けるみたいね。レーススタンド。やっぱミニゲームがあるみたいね。うん。クエスト完了できたっぽいね。空いたところ早速行ってみようね。やったね。判断ジャンプかな。ダッシュ。ダッシュ。空中にいても前方にダッシュします。ロックマンじゃん。あ、地味地味だよ。初見殺しだけどね。初見殺しじゃねえ。二段ジャンプなんだね。おお。ああ、なるほど。一応それ三段階ジャンプ的な感じになったんだ。だね。いや、これ難しいな。覚えることすごく多そう。なんかすごいよね。うん。多分私ね、頭がなんかわからなくなって全然できなくなると思う。
理じゃね。ちょっと無理していくのやめよ。大丈夫、すぐ復帰できるけん。この暗くジメジメしたところからね、脱出したいけどね。なんか上行けるね。ほい。ちゃいけんね。ね。二段ジャンプとかできるようになったらすごい便利よね。うん。日常生活で二段ジャンプできるようになったらすごい便利じゃない？生活で？うん。なんで？階段を二段飛びするっていうこと、階段を四段飛びするっていうこと。確かにめっちゃ階段の方も早いけどさ、あんまり普通に生きてると高低差のあるところで生きんからあんまり意味ないか。うん、ジャンプするの楽しいね。歩道を飛び越えるってこと？うん。どうしたらいいの？車道を飛び越えるの？ああ、できたらいいね。なんか気がついたら戻ってきちゃう。それ一歩間違えたら事故だからね。あ、こんにちは。なのし。あ、おじこら。そう、ここが偉大なる沼地の守り手、クオルクの領土だ。うん、ドールクが目を配ってくれてるおかげで、滅びの後もこの辺りじゃ大きな変化はなかった。ボウヒキガエルの住処の地図が精霊の光100個で買えるんだけど、どうかな。アイスナック。毎度ありちょっと高かったね。買えるのかな。うん。ほい。ほい。安定側行ってみようね。うん。反応したのに。こういうこと？なんかあるね。あれ？あ、乗れって潰されちゃうよね。それマリオでドッソンに死ぬやつだよ。そうだよね。こうやって、が足りない。これね。うっ。あの。ああ。ついに。
どいね、さっきの敵の攻撃がえげつないね。みんなの手を考えないと死にしたよね。お賢い。賢くなかったね。賢くなかったね。ダメじゃねえ。なんか笑っちゃったよ。高くジャンプするには、あー無駄打ちしちゃった。避けられちゃった。難しいね。ちょっとここはまた今度にしようね。エナジーがない、取りに行かなきゃ。間違えちゃった。そうね、ダッシュが使えるようになったんじゃけ、ダッシュでうまく移動せんとね。うん、すごい追っかけてくるね。まず回復してこの虫をやっつけるところから。そんでもって、ジャンプしてね。こあそこのね、奥に来たいんよ。うん、こう、わあ大変だ大変だ。ね、道、ね、どう進んでるかもちょっとわからんくなってきたね。わかるね。ん？あ、レース始めてしもうた、もしかして。え、ちょっと待って、めっちゃ戻るじゃん。あそこ効率点？めっちゃ戻るじゃん。ちょっとできるのかな。もうすでに負けてるが。待って。え、無理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 。終了だね。ちょっと。道覚えんといけんね。道覚えるっていうかなんか。でもクリアしたらなんか
泣いてもらえそうな感じだったね。うん、なんかあれなのかな、なんか最強の武器の、あ、敵多くない？敵多いね。そうですね、そういうことですよね。なんとか、なんとか戦闘いけんね。そうだね、どうしよっか。あ、矢がなくなっちゃった。気がついたらもう6時なんじゃね。ちょっと切りがいいところで、うん、終わりたいね。終わりたいね。うん、それ切りがいいとこってあるの？どうしよう。とりあえずね、ここまで上がれたら、あ、違うの、違うの。登録に合うところまで行きたいな。結構時間かかるやつだ。登らないやつだ。掘ってもう行ったもんね。うん、ダッシュ忘れちゃうね。うん、ここ使っていかなきゃね。あ、王者。ちょっと待って、うち気になることがある。やっぱりなんかあるでしょう。ねえ、やっぱりね。すごいミシンだなって思ったんよ。ねえ、だってこんなね、お店開いてるところでこれはないよね。泉から出た光が2面全体を巡る。さすがの探索力、ありがとね。おや、嬉しい。バイを押して精霊の泉を起動し、ライフエナジーと回収しよう。さすがの探索力って書いてるよ。うん、そう。ね。あれ？
私は絶対見つけれないや。メルちゃんもね、いっぱい遊んだらね、わかるよ。セーブしとるね。今日一旦これぐらいにしとこうか。ん？あ、そうだね。うん。でもこれ面白いね。早く続き打ちやりたいよ、これ。配信以外で裏でやっちゃうとか。でもせっかくだからね、配信のために、うん、あみたいなゲームじゃけね、フォローナイトもそうじゃけど、みんなとやりたいな。うん、でもさっきのところは裏でやるかもしんない。あのだよね、石のすごいガシャガシャ出てたところ。うん、うん、じゃあね、今日の配信はここまでにしとこうかなって思います。はい、皆さんいろいろコメントくださってありがとうございました。ありがとうね。うん、またね、うん、次もね、このオリとビルの石、オリ&ザ・オブ・ザ・ビル・オブ・ザ・ウィスプっていうゲームね、やるけんね。うん、お疲れ様です。楽しかった。楽しんでくれて嬉しいっちゃ。ね、私も初見だったからね、うん、見るの。すごく綺麗なゲームだなって思いました。うん、すごいオープニング綺麗じゃったね。うん。うん、早くね、くーちゃん見つけてあげたいけんね。じゃあまたね、うん、次の配信の時はまたね、ツイッターとかで告知すると思うんで、もしよかったら見てください。うん、はい、じゃあ終わります。みんなお疲れね。ありがとうございました。